スイーニー・トットは19世紀中頃の様々なイギリスの怪奇小説に登場する架空の連続殺人者であり、ロンドンのフリート街に理髪店を構える悪役の理髪師である。トッドの理髪店の椅子には仕掛けがしてあり、裕福な人物を地下に落として殺害し、身につけていた金品を奪い取る。また、獲物として用いる紙ソリで被害者の喉をかっ切ってとどめを刺す。 物語のバージョンによっては、トットの愛人あるいは友人か共犯者であるパイアの女主人が死体を解体して、トットの犯罪を隠匿し、その肉をミートパイに混ぜて焼き上げ、何も知らない客に売り裁く。トットは、トビアスラックという名の若者も見習いに雇っており、トットの犯罪に気づいていなかったラックは、物語の後半で、トットの犯罪の暴露に一役買うことになる。 物語のほとんどのバージョンで、トットは、若い婦人ジョアンナ・オークリーと、センイン・マーク・インジェストリーの駆け落ちに協力するか、妨害を行う。トットは全く架空の人物というわけではない。可能性があり、恐怖小説や殺人小説を多く手掛ける、作家ピーター・ヘーニングは、2冊の著書においてトットが1800年頃に、犯罪に手を染めた、実在の人物であると主張している。 しかし、ヘイニングの引用について検証を試みた他の研究者らは、ヘイニングが主張の裏付けとしている出典の中に、その論拠を見出せなかった。しかしながら、フランスでは、パリのラルプ通りで起きたというトットの物語に似た言い伝えが存在する。トットが最初に登場したのは、1846年11月21日の日付が付されたイギリスの犯罪雑誌。 ピープルズピリオディカル第7号であったと思われる。この雑誌の中で、トットが登場する物語は、ザ・ストリング・オブ・パールズ、A ・ロマンスと題され、著者は、多数の恐ろしい悪役の生みの親であるトーマス・ペケット、プレストであった。プレストは恐怖物の一部を実話に基づいて執筆する傾向があり、しばしばタイムズ誌の実際の犯罪記事から着想を得ていた。より初期には、 1825年にロンドンで出版されたザ・テリフィック・レジスター詩のある号に掲載されたパリのとあるペルケート協力者のブーランジェリーの物語がある。この物語では、二人の紳士が大事な仕事の途中で、髭を剃るために寄り道をし、先に髭を剃り終えた、数ずとめの紳士は、友人を残して仕事のために先に行く。紳士が友人を迎えに戻ってくると、 理髪師は、友人はもう行ったと答えた。しかし奇妙なことに、友人の飼い犬はその場で主人を待ち続けていた。そして最後に、飼い犬のおかげで、理髪師の家の地下に、友人の死体が隠されていることが明らかになる。その地下は、隣のパン屋とつながっており、これが理髪師とパン屋のを犯した最初の殺人でないことが示される。パン屋は、 定期的に死体の肉からパイをこしらえていたのである。殺人が行われていた場所の上に、慰霊碑が建てられたことを告げて、物語は締めくくられる。イギリスの物語によれば、トッドはオールドベーリーで審問を受け、1802年の1月にタイバーンで群衆の見守る中高主刑に処せられたと伝えられている。しかし、オールドベーリーの裁判記録や、 ニューゲート監獄記録には、そのような法廷の記録は見当たらず、それらの裁判や死刑を報じるいかなる当時の報道記事も存在しない。加えて、すでに18世紀の終わりには、台湾で公死刑は行われていなかった。早くも1878年には、ロンドンの学術雑誌、ノートズ・クエリーズのある寄稿者が、トットの処刑は現実の出典を書いていることを指摘している。 トッドは、スコットランドのフォレスに逃げ延びて、そこで死んで現地の墓地に埋葬されたとの噂もある。スイーニー・トッドの名がいつ現れたにせよ、ミートパイを用いた、証拠隠滅は19世紀初めの都市伝説であった。1843年のチャールズ・ディケンズの小説、マーティン・チャズルーイットには、登場人物の一人、トム・ピンチが、その界隈が、 田舎者の屠殺に使われていたことを知らされて、ひどく心を痛めたとのくだりがある。ピーター・ヘイニングはトットが実在の人物であったと主張しているが、検証可能な出典は提出していない。ヘイニングの主張は概ね以下の通りである。トッドは母親から愛される一方で、父親からは虐待され無視されていた。母の愛はトッドへの感化をもたらさなかった。トッドは法廷で、 俺は愛武され、キスされ、可愛い子と呼ばれた。けれども、後には、俺が母を締め殺せるぐらい強かったらと思うようになった。一体何の因果で、俺は息子に人生を楽しませるだけの財産も、持っていない母親の子に生まれたんだと証言したという。背任、ピーター、ザ・ミステリーホリブル・マーダーズ・オブ・スイーニー・トット。 ザ・デーモン・バーバー・オーブ・フリート・ストリート・ F ・ミューラー、ISBN 0から584104251、AB 背任、ピーター、スウィニートット、ザ・リアル・ストーリー・オブ・ザ・デーモン・バーバー・オーブ・フリート、ストリート・ボックストリート、ISBN 1から852834420、BBC ・プレス・オフィス、マン・オア・ミス、ザ・メイキング・オブ、スウィニートット、プレス・リリース、ラフ、 オリバー、スイーニー・トット、ファクトオアフィクションザ・インディペンデント、二千六年一月三日、AB トゥルーアフォルス、スイーニー・トット、ザ・デーモン・バーバー・オブ・フリート・ストリート・イン・コンセール、KQED、http コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス、i d 一オタジ&、アンドピコグラムイコール p a 三百十アンド DQ= イコールザ・テリフィック・レジスター・パーキアパ三百十 MHSP, アンオールドコックニートラディション。ノーツクイリーズ S5X-227 オックスフォードジャーナルズ一瞬零零二九から三千九百七十ありがとうございます。